毎月、うん、あの3年間契約してで毎月5万か100万あげるからで、それで日本でお礼部ですね。でずっと会社で働いたら税金払えれば、うん、もう別れてももう日本でで子供できたらもう子供からビザもらえる、そんな多いですね。国籍を与えるときに国に忠誠心を普通なんだ誓わせるのよ。あの日本はないよ宣誓式、アメリカなんかよく宣誓させるのよ。アメリカの法律守りますとかいろいろ、うん、法律守るの、どれもなの、手渡しできる、だから今探して、はい、紹介して食べたら帰るぞ早いわ、食べたら帰るわ早いや、はい、ね、なんだペタばかりじゃん、だってね、またいつ会えるか、ね、このビデオ持ってなかった、いえいえ、ゆりなちゃんからお母さんもらったかもわからない。僕送ってくれたもん、あの小さい時の動画。逆に80になったからまた使わないのかな。ああ、岐阜の、ああいう、あの、わかるかね、ああ、いや、もう、そう、あの、あれ、2年前亡くなった、2年ぐらい前かな、どういう作業の前かな、写真ちょっとさ、マジマジか、あいっぱらやなやな、どういう作業の前かな、そうそうそう、家の近くの江戸田ハニラサ病院ホスピタル、ホールとヒロシ、えにわさわにくうや、ホールとヒロシ、トール、ヒロシ系列、エナとあそこに店も通る、エナにあるって、エナに近い、ヒロシさんの方がプレミアムのタレ、メリークリスマス、メリークリスマス、クリスマス、クリスマスイブ、メリークリスマス、仕事ある前に、お母さん元気そうね、元気そうね、それだけで多分分からない。住所教えたのは俺知ってる。ダウン。おやった。あれコロナ、コロナの時ね。あ、これコロナの時ですね。コロナ中。これ外で。ガラス越しの目。コロナ。コロナ。ああ、これ昔バカ映る。コビット。またバカたまなコロナ。そうそうそう。だから外だけで。3年前。久しぶりです。当日。もうお母さんの兄弟は誰もいない。ああ、わらなしゃんかぱてお元気そうだよ。あ、何兄弟だったっけ、お母さん、お母さんいるんですか、かわいい、かわいい、うちが上の人は戦争でなかった、酔っぱがわない生田さんは、その次の人は18歳で結核で亡くなった、貧乏するのは18、もしもし、その次の人が私の母親、58歳、一番下があのおばさん、若いな。だからあのおばさんも亡くなったからもういない。お母さんお母さんそれしかない。お母さん。ブラナシャカパテ。バイレンシャ。三番目に三番。今からみんなでご飯食べに行こうかな。みんなまた行ってみよう。大丈夫。いいと聞いてくれ。でもお父さんはいっぱいだからまだいるね先生。あのお父さんが兄弟いっぱいいるでしょ。あのね、私が一番先生いる。ここにはもういない。名古屋にはね。あ、これで九州。もう九州。ユタってネタが九州。九州にはね。マラヨ。よーと姉ちゃんよーと。九州行っても遠いよ。あの住んどるとか島だもん。また船を。九州に近い。九州。それはそうだけど。名古屋と九州の。お父さんはね、まあ、
隊だったのは8人ね、うん、そこで男の人が6人男で2人女、うん、あ少ないね、うん、うちのお母さんの上下が女、うん、あのパパテクンタータイ8なララケ、うん、あ6なララケ6ラランババイ、お母さんは8人男、あの子供男で女の子が5人、うん、13人兄弟でしょ、8人男、女は5人、イタランナバタイ女5人、うん、1人亡くなった、おだから今、うん、まあ、12人いる、まだ元気、あ、兄弟4人、あ、お母さんは4人兄弟、あら、え、ゆうさんだよ、え、何番目パメラさん、レイトマザー、あ、5番目、5番目、パンパンリマかよ、ilan na lang kayo? Apat. Nabubuhay? At ayunin ko. Yung kinday. Yung bang parang makilig lang kayo. Ay, mahirap ka na. Dadyo po. Ano, tsuya ko sa mga. So, Nihongo, manande yun. ここ、もう3ヶ月ももしも見えれば、だいや覚えてくる。そうそう。ラテン系だからな。でも英語上手。ジャパンな、シャリタ。無理してみていいと思います。おめでとうございます。旅行。おめでとうございます。だから、結構。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。わからんけど、スペイン語を話せる人多いな。あ、でもなんか聞いた合わせの。もともとあったのは現地の宝物で、あの植民地の時にその国の言葉が公用語になっとるもんで、多分。この前あの火のやつ見したって。火のやつは。ああ、あれ私近場神宮の横場所は知っとるんだけど、あんなことやっとった、知らんって言っとったから。いや知らんって、ああいうことやっていることは知らない。神社は知っとる、神社は知っとる、あそこお相撲さんがな、ああ宿にしたんだ、宿っていうか練習場所だった。それは見に行ったことある。本当、その人、私の好きな人は亡くなった、寺岡、うん、そうそうそう、寺尾さんおったな、あそこの人か、うん、女だと、いや、あそこにいたって。で、あれどこで見に行ったのかな、朝お父さんと一緒に行ったのかな、たら昨日かな、何日か前な、亡くなった。あの人、お相撲さんに似合わんがいい顔しとるの。ほんと、あの人、兄弟さんの相撲さんだったの。うん、兄貴かなんか、なんか、兄さんがどうかちょっとちらっと聞いたの。うん、あんまり知らんのは出世しんかったのか。